あの時の私は復讐に明け暮れ、人の心を忘れた暴君だった。二度と同じ過ちを犯さないよう、プロスペローの名においてここに書き記そう。魔法と妖精とが入り混じる無人島で巻き起こされたテンペスト。船が沈んでいく。かわいそうにみんな溺れてしまった。お父様、お父様の魔法で海が荒れているの。苦しくてたまらない。私にも力があったなら海に飲み込ませはしなかった。お前のためだ、ミランダ。怖がることはない。あのナンパでは誰一人命を失ってはいない。元気を出せ。はい、お父様。話がある。このプロスペロの、そう、私の身分について。魔法の衣を脱がせてくれ。魔法よ、そこでじっとしていろ。お父様は身の上を話そうとしてはおやめになり、教えてくれなかった。その時が今来た。12年前、私はミラノ公国の大公だった。お父様は王様だったの。では私はお姫様。そうだ。だが私たちはミラノを追放され、嵐の海でこの島に流れ着いた。どうして。私たちは何をしたの。すべてはアントーニオ、憎き我が弟。この世の誰よりも愛した弟があれほどの不実を働いたのだ。まさか、おじさまが太后だと名乗り上げたのでしょうか。そのまさかだ。私に君主が務まらないと見た弟は、ナポリ王と結託した。王と私は敵同士、弟の願いを引き入れた。私たちを皇国から追放し、ミラノとその栄誉すべてを弟に与えたのだ。ああ、私はさぞ足手まといだったでしょう。いや、お前のためならどんな苦難も耐えられた。そしてナポリの顧問官ゴンザーロ、慈悲深い彼が食料や必需品、私の書物まで持たせてくれた。いつかその方にお目にかかりたい。きっと会えるはずだ。でもどうして嵐を起こされたのですか。運命の女神が敵どもをこの基地に運んでくれた。運命の足音が近づいてくる。ミランダ、さあ眠りなさい。準備はできた。出てこい、空気の妖精エアリール。はい、ここに。ご主人様、ご用は何なりと。どうだ、命令通りやったか。嵐に化けて王の船を稲妻と豪音で震えさせました。よくやった、エアリエル。みんな死に物狂いの大集体。ご命令通り、島のあちらこちらに全員無事で岸辺にたどり着いています。岩屋の近くでナポリオンの息子ファーディナンド王子が一人で悲しげに座り込んでいました。命じたことは間違いなく成し遂げたな。だが、仕事はまだ残っている。まだあるの。僕を自由にしてよ。これまでの立派な働きを思い出して。忘れたのか、私がどんな苦しみから自由にしてやったかを。うん、嘘をつけ、この根性曲がり。アルジェリアの魔女シコラクスを忘れたのか。あの時はシコラクスの召使いでした。水夫に連れてこられ、置き去りにされたあの鬼ババア。お前は命令を拒み、魔女はお前を閉じ込めた。もだえ苦しみ12年間、その間に死んだ。私がこの島に着いた時、お前を見つけて助けてやったのだ。ありがたいと思ってるよ、ご主人様。言いつけはちゃんと守るから。よし、
そうすれば今日には放免してやる。そんなご主人様だ。何をすればいいんです？私以外の目には見えないよう姿を変え、王子を連れてこい。目を覚ませ、愛しい娘。目を覚ませ。お話を聞いているうちに眠くなってきて。眠気を払い落としなさい。奴隷のキャリバンのところへ行こう。あれは悪党です。見るのも嫌だが、あの奴隷がいないと困るのだ。何かと役に立つ。キャリバン、おい、返事をしろ。化け物、奴隷、出てこい。お袋が泥沼からかき集めたドス黒い霧で体中水ぶくれになりやがれ。言ったな、罰だぞ。これから飯なんだ。ねえ、この島は俺のもんだ。お袋のシコラフクからもらったのにお前が横取りしやがった。ここへ来たばかりのお前は俺を撫でて大事にしてくれた。俺はお前のことが好きになって島のこと全部教えてやった。くそー、あんなことしなきゃよかった。こんな固い岩穴に俺を押し込めこき使われるなんて。嘘をつくな。汚らわしいお前でも人間として心を配り、私の岩屋に住まわせてやった。だが俺の娘を犯そうとした。だから追い出したんだ。とことんやっときゃよかったな。お前が止めに入らなきゃこの島をキャリバン子だらけにしてやれたのに。近寄らないで、おぞましい奴隷。野蛮なお前は自分が何を言ってるかも分からず獣のようにわめき散らしてた。哀れに思って言葉を教えてあげたのに悪態ばかり。だからお前がこの岩穴に閉じ込められたのも当然の報い。俺に言葉を教えた罰だ。疫病でくたばりやがれ。奴隷め、失せろ。薪を運んでこい。俺の命令を無視すれば拷問だ。いやだ、あれは勘弁してくれ。よし、キャリバン、行け。あの音はどこから？もう聞こえない。きっと溺れ死んだ父上を弔う曲、俺の悲しみを和らげてくれた。あれは何？妖精？あんなに辺りを見回して、素晴らしい姿形、やっぱり妖精だわ。いや娘、あれは我々と同じ人間だ。人間？私やお父様と同じ？あんなに気高いものを初めて見ました。ご主人様、連れてきました。よくやったエアリエル。なんと美しいお方。あなたはこの島の方ですか？ああ、奇跡だ。あなたは本当に人間の娘なのかどうか。奇跡などではありません。でも紛れもなく娘です。私の国の言葉、どうして？実は私はこの言葉を話す者の中で最高の地位にあります。その国に居さえすれば。最高の地位、ナポリの王がそれを聞いたならお前はどうなる？今と同じように一人きりだ。あなたから王のことを聞かされるとは心外だ。王は私の言葉を聞いている。だから泣けてくる。この私がナポリの王だからだ。この目で王だった父のナンパを見届けた。かわいそうに。それにミラノ大公や貴族たちも皆。君、少し思い違いをしているようだ。お父様、どうしてそんな言い方をなさるの？この方は。ああ、何かしら、こんな気持ち初めて。お父様も心を動かされ、私と同じ気持ちになればいいのに。ああ。あなたが誰にも愛を誓っていないなら、あなたをナポリの王妃にしたい。この二人、どうやら恋に落ちたようだ。
速やかにことを運んだが、苦労なく娘を手に入れられては心配だ。待て、オーナーを語り、島主である私から横取りしようとしているな。いえ、絶対に。お父様、これほどの方に悪い考えがあるとは思えません。詐欺姫、枷をはめて首と足をつないでやる。断る。そんな仕打ちに黙っていられるものか。私に剣を向けるのか。逆賊め、魔法で縛り付けた構えを解け。杖の一振りでお前の剣を叩き落としてやる。お願い、お父様、許してあげて。どけ、手を離せ。お前はこいつとキャリバーしか男を見たことがないからだ。これ以上に素敵な人に会いたいとは思いません。さあ男よ、言う通りにしろ。そうするしかない。だが父を失ったこと、この男の脅しに手も足も出ないこともどうでもいい。牢屋からこの娘を見ることさえできれば。効果てきめんだな。さあ来い。元気を出して。父の言葉はきついけど、心根はずっといいのです。さあ岩屋に行きましょう。一方、ナポリオン、アロンゾーとその一行は別の場所に漂着していた。アロンゾー陛下、どうか元気をお出しください。弟君のセバスチャン様、ミラノのアントーニオ大公もご無事でございます。皆お喜びになるべきです。あのムゴンズアロー、黙っててくれ。豆な慰めの言葉も王にとっては冷めた豆がゆ。病人イアンの坊さんだ。あっさりサジを投げませんよ。しかし驚嘆すべきは私どもの衣服です。海に浸かったはずが新品のように綺麗ではありませんか。テュニスで姫君のご婚礼に出た時と変わらず新しい。あんなところにクラリベルを嫁がせるのではなかった。その帰りに息子を失い、気持ちの上では娘も亡くした。二度と会うことはかなうまい。はあ、ファーディナンド、ナポリとミラノを受け継ぐお前をどんな得体の知れない魚が餌食にしたのか。いえ陛下、王子は生きておいでです。兄上、この大きな不幸、ご自分に感謝なさい。マナ娘を我がヨーロッパに嫁がせるのを拒み、アフリカ人とつるませたのだから。頼むセバスチャン、何も言うな。王子もおそらく帰ってこないだろう。ミラノとナポリには今度の一件で未亡人がどっと増えた。それもこれも兄上のせいです。一番つらい不幸も私のせいだ。セバスチャン様、おっしゃる通りですが、いささか優しさに欠けるのでは。陛下のお顔が曇りがちですと、皆の心は真っ黒になります。真っ黒？うんうん、腹も黒い。私にこの島を任せていただけるなら、万事この世とは逆さまにことを運びとう存じます。まず一切の商取引は認めません。学問は教えず、富も貧困も労役も皆無。職業も君主もなくし、皆遊んで暮らすのです。ところがご本人は王になる気だ。自然が何もかも等しく生み出してくれます。人間が汗水垂らして働くことはない。反逆も犯罪もなく、武器も必要なくなるようにします。大自然は五穀を豊かに実らせ、純粋な私の民を養ってくれるのです。こうして完璧な政治を行えば、かつての黄金時代をしのぐよとなります。国王にご加護。ゴンザロー万歳。もういい、つまらんことばかりしゃべりよって。仰せの通り、
このお二人に笑いの種を差し上げようと思いまして。いつもつまらんことで笑っておいでですので。俺たちが笑ったのはお前のことだ。やれやれ、お二人とも立派なご気性の持ち主だ。やれやれ、糖尿の悪事を聞きたいんだ。おしゃべりじいと王様はお眠りしな。怒りなさんな。怒る？とんでもない。はて、ひどく眠くなってきた。寝ろよ、老いぼれ。やっと静かになる。私も目を閉じ、目とともに辛い思いも閉ざしてしまいたい。悲しみに眠りが訪れることはめったにありません。お休みください。お休みの間、我々二人が見張っております。ありがとう。妙に眠い。不思議だな、眠気に取りつかれているのか。うふん、ここの気候のせいでしょう。それならどうして俺たちのまぶたは重くならないんだ。一向に眠くならない。私も冴えています。お二人とも申し合わせたように寝てしまった。これでもしセバスチャン様、その顔にはあなたのあるべき姿が私には見えます。あなたの頭上に王冠を乗せよっと。今何と言った？あなたこそご自分の幸運を死なせておいでだ。王子は生きているのか？望みはないな。溺れ死んだだろう。ならば次にナポリの王位を継ぐのは。何が言いたい？へへ、どうです、今この連中を捕らえているのが死だとしたら、ナポリを治められる者はここに眠っているアロン像だけではない。ああ、あなたに私の心があれば。どうです、あなたの出世にもってこいだ。君は実の兄プロスペローに取って代わった。その通り、この衣装私にぴったりでしょ。君の両親は？いやー、全くどこに行ったのやら。だが今目の前にあなたの兄君が横たわっている。この剣で永遠に寝かしつけてやれます。大丈夫、どうせこの島でのたれ死ぬのならこの場で始末した方が苦しまずに済む。アントーニオ、君のように俺もナポリを頂戴しよう。剣を抜け。ゴンザールも一人ましょう。ご主人は何もかもお見通しだ。では一気に目を覚ませ。あ、なんだ、あ、陛下。なんだ、どうした、なぜ剣を、どういうことだ、その震えた顔は。警護をしていたら野獣のような うなり声が。何も聞こえなかったが。いや、大地を揺るがすほどこの耳を打つ恐ろしい声でした。聞こえたか、ゴンザロ。私に聞こえたのは天の声でした。それで目が覚め大声を上げたのです。目を開けると飛び込んできたのはお二人の剣。物音がしたのは確かです。あ、何よりもこの場を離れるのが一番でしょう。ああ、ここを引き払い哀れな息子の行方をもっと探すことにしよう。また別の場所でアロンゾーに仕える同家のトリンキをまかない型のステファノーが別々にたどり着いていた。プロスペローのやつめ、お天道様が
泥沼から吸い上げるありったけの毒に降りかかれ。やつの妖精が来た。俺をいじめに来やがったな。ここで平べったくなって隠れてよ。また一人来そうだ。あの雲の様子じゃ土砂降りになるに決まってな。なんだこりゃ。死んでるのか生きてるのか。魚臭い。妙な魚だ。ん？足がついたら人間みたい。それにヒレは腕みたいだ。暖かい。よし、今のは撤回する。こいつは魚じゃない。さてはさっきの雷でくたばったな。大変だ、また嵐になる。そうだ、こいつのマントの下に潜り込むのが一番だ。海にはいらん。どうせ死ぬなら丘の上。俺の着付け薬はクリだ。なんだこれ。ここに住む四方足の化け物じゃない。いじめないでくれ。俺たちの言葉を喋ってるぞ。どれ、このステファロー様がキツケに一口飲ませてやる。頼む、やめてくれ。これからはちゃんと運ぶから。喋ることが死に滅裂だ。まだ酒の味を知らないのか。よし、こいつを飼いならしてナポリで高く売っぷれちめえ。さあ、口を開けな。その声には聞き覚えがある。こりゃひょっとして、いやいやいや、あいつは溺れ死んだ。じゃあこいつは悪魔だ。お助け。足が4本、声2つ。敵のいい化け物もあるもんだ。さあ、ナメ、後ろの口も流し込んでやるからね。ステファノー、俺の名を呼ぶのは後ろけ。なんてこった、こいつは悪魔だ。逃げろ。ステファノー、お前がステファノーなら俺に触ってみろ。俺は親友のトリンキローだってば。本当か。よし、こっちの小さい足を引っ張ってやる。トリンキロー、なんだってお前この化け物のクソになったんだ。いやー、てっきり俺はこいつが雷に打たれてくたばったと思ってな。だがお前死んだんじゃないのか、ステファノ。生きてるんだな、ステファノ。妖精じゃないのか。となると神様だ。天国の飲み物を持ってる。お前どうやって命拾いした。この酒瓶に誓って言え。俺は水夫が海に放り込んだ酒だるにしがみついて助かった。この酒瓶に誓って嘘じゃねえ。アヒルみたいに泳いできた。誓って嘘じゃねえ。この聖水にキスしな。アヒルみたいに泳げても出来具合は下中だね。ああ、生き返る。ステファノ、こいつはもっとあるのか。ひとたび丸ごとな。俺の酒蔵は海岸の岩根にある。あんた、天から降ってきたのか。そうとも、月からな。本当か。その酒瓶に誓ってあんたの忠実な家来になるよ。その飲み物はこの世のものじゃない。本当だな。誓え、この酒瓶にキスしろ。俺はこんなやつを怖がってたのか。お、いい飲みっぷりだ、化け物は。お見事。Ha!
この島を隅から隅まで教えるし、あんたの足にキスするよ。頼む、俺の神様になってくれ。とんでもないの女くれだ。神様が眠ってりゃ酒瓶を盗もうって腹だ。よし、じゃあひざまずいて誓え、キスしろ。あんたのために何でもやるよ。そうだ、腹が減ってるだろ。リンゴのなる木のところに案内するよ。よし、腹ごしろいに案内してくれ。この島は俺たちがいただきだ。おお、さよなら僕、さよなら。別のご主人見つかった。キャリバンは自由、万歳、俺は自由だ。その頃、プロスペロはファーディナンドを奴隷として働かせていた。スポーツには苦痛が伴うこともあるが、楽しんでやれば辛さは忘れられる。卑しい仕事も誇りを持てば耐えられる。この労働もあの人が喜びに変えてくれる。あの人に会いたい。だがあの父親と来たら冷酷さの塊だ。俺に丸太運びなんかさせて。かわいいあの人は俺が働いてるのを見て涙を流してくれる。こうして甘い思いにふけてると、働けば働くほど思いが湧いてくる。ああ、どうか一休みしてください。父は今、研究に没頭しています。ありがとう。だが、仕事を終えないうちに日が暮れてしまいそうだ。私が代わりに運びます。いえ、大切なあなたにこんな卑しい仕事をさせるわけにはいかない。あなたに似合う仕事なら、私にも似合うはず。いいえ、あなたがそばにいてくだされば。あなたのお名前は？私の名はミランダ。お父様の言いつけに背いてしまった。ミランダ、素敵な名前だ。皆どこかに欠点があり、それがその人の一番の美点と争って台無しにしてしまう。だがあなたは非の打ち所がない。あらゆる人間の一番の長所を集めて作られている。私は女の人を一人も知らない。鏡に映る自分の顔しか覚えがない。男の人と呼べる方もあなたと父の他には見たことがありません。でもいつも一緒にいたいと思うのはあなただけです。いけない、夢中になっておしゃべりしすぎました。身分を明かせば私はナポリの王子ファーディナンド。だから奴隷のように働くのは我慢できない。だがあなたを一目見たとき、私はあなたに仕える奴隷になった。この労働に耐えてるのもあなたのためなのです。ファーディナンド様は私を愛していらっしゃるの？この世の何よりも限りなくあなたを愛し、尊び、敬います。私には何の取り柄もないです。差し上げたいものも差し出せず、手に取る勇気もありませんでした。でも私との結婚をお望みなら、あなたの妻になります。でなければ死ぬまで娘のままあなたの召使いになります。あなたこそ私の女主人だ。誰よりも大切に使います、いつまでも。では私の夫に？はい、心から喜んで。奴隷が自由を望むように、さあこの手を。私もこの手に心を込めて。プロスペローの狙い通り、二人は結婚を誓い合った。キャリバンだ。みんな人間もいるんだな。よし、からかってやろう。おい、下僕モンスター、もう目が座ってるぞ。飲めと言ったら飲め。カッカー、
ご機嫌いかがで。下僕の家来にはならん弱虫だからな。この野郎、どこの弱虫が俺くら酒飲めるってんだ、化け物のくせに。あ、ほら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 、あんなに俺をバカにする、ほっとくのか、国王陛下。国王陛下、とんだバカもんだな。口の聞き方に気をつけろ、ジョリンクル。こいつは俺の神官だ。こっちもバカだな。かたじけない、陛下。ところで、陛下。おお、なんでも言ってみろ。俺は、暴君の下働きだ。そいつは、妖術使いで、この島を俺から奪ったんだ。嘘つけ。え？お前こそ嘘つけ、この土下座る。俺は嘘なんかついてない。アリンギラ、これ以上話の邪魔をしたなら貴様の歯をへし折ってやる。やだな、俺何も言ってないよ。なら口を塞いでろ。それで？それで、そいつは俺から島をぶん取った。あんたがそいつに復讐してくれるなら、あんたを島の王にして、俺は家来になる。どうすればそうなる？眠ってるところで、奴の頭に釘を打ち込めばいい。嘘つけ。ん？頭もまだらか、このアホ。お願いだ、ステファノ様。こいつをぶん殴って、酒瓶を取り上げてくれ。いや、やだな。俺何もしてないよ。こいつに嘘つけって言っただろ。嘘つけ。俺が嘘つく？これでも食らう。いって。お前、頭だけじゃなくて耳までおかしくなったのか。酒を飲むからこういうことになるんだよ。お前の化け物なんか疫病にとっつかれろ。黙みろ、このアホ同期。さあ、話を続けろ。あいつは日課で午後に一眠りする。そしたら脳天ぶち割って魔法の本を取り上げろ。本がなけりゃあいつもただのバカだ。それからあいつの娘は別品だ。お袋しか女を見たことはないが、あれほどの美女は見たことがない。そんな素晴らしい娘っ子なのか。そうとも、陛下、あんたのベッドには持ってこいだ。よし、バケモノ、その男は俺が殺す。その娘と俺は王と王妃だ。両陛下万歳。万歳万歳。で、トリンキュローとお前は国王を代理にしてやる。どうだ、トリンキュロー。抜群だ。あと半時間経たないうちにあいつは眠り込むよ。ご主人様に知らせなきゃ。お前の頼みだ。飲んどってやるさ。キャリバンの一味はプロスペローの暗殺に動いた。一方、アロンゾー一行はファーディナンドを探し続けていた。おいぼれた骨が痛んで、もう一歩も歩けません。休ませていただきます。その年では無理もない。私も疲労困憊だ。座って休め。こうして探し回ってきたが、息子はやはり溺れ死んだのだ。諦めよう。王が希望を捨てたとは嬉しい限りだ。一度やり損なったからといって、やると決めた目的を捨ててはなりません。次はしっかり頼む。やるなら今夜です。二人とも疲れ切って起きるま。
エアリエルは魔物ハーピーに姿を変え、彼らの前に現れた。アロンゾー、セバスチャン、アントーニオ、引け。悪魔だ。嘘が誠になったのか。さあ思い出せ、お前たちはかつてミラノから善良なプロスペロを追放し、罪もない幼子と共に海に流した。お前らの悪行に神は怒りをかきたて、お前らの栄誉は覆された。アロンゾ、お前は息子を奪い取られ、生殺しの破滅がお前たちにつきまとう。神の怒りを免れる道はただ一つ、心から悔い改め清らかに生きよ。その道を外れればお前らの頭上に罰が降りかかろう。陛下、お二人ともどうなさいました？すっかり眠ってしまいました。これは幻か。俺の罪を告げた。ならば亡き息子のもとへ、泥にまみれて身を横たえよう。魔物だろうが悪魔だろうが戦ってやる。バカな、プロスペラだと。ミラノは俺のものだ。三人とも捨て鉢になっておいでだ。昔犯した大罪が後になって効き目を表す毒薬のようにお心を苛み始めた。ああまで狂っては何をなさるかわからない。プロスペロはサーディナンドの愛を試すために試練を課したと明かし、二人の結婚を認めた。誓います。そうではないと神がお告げになっても。では私からの贈り物として、その手で娘を受け取ってくれ。ミランダ、私の望みは静かな日々、長女に恵まれつつこの愛を一生保つこと、横島な衝動に駆られようと婚礼の日の喜びを鈍らせることはありません。あなたを信じます。よく言った。娘はもうお前のもの。岩屋でゆっくり語り合うがいい。お父様にも祝福が賜りますよう。おい、エアリエル。ご用ですか、ご主人様。ハーピーによく化けたな。敵どもは皆、桜の網でがんじがらめだ。ご主人様、私を愛おしいと思いで、それとも。心底愛おしいぞ、エアリエル。ご主人様、キャリバンとその一味が間もなくここに来ます。あの悪辣な陰謀を忘れていた。立ち向かう備えをしなくてはな。岩屋の向こうの水たまりで足止めしておきました。でかした。衣装をここへ持ってこい。おとりにする。はい、ただいま。生まれつきの悪魔め。あの少年ではいくらしつけをしても身につかない。俺の苦労も情けも水の泡だ。年とともに奴の心身は醜く腐った。束にして苦しめてやる。衣装を持ってきました。そこに置いて。お前も見えない姿のまま潜めていろ。頼む、そっと歩くんだ。足音一つ聞こえないように。岩屋はすぐそこだ。いやい、化け物、俺は体中しょんべん臭くなっちまった。俺の羽はご立腹だ。俺の羽もだ。陛下、どうか機嫌を直して。宝の在りかへ連れて行くから、静かにしてくれ。ああ、だが酒瓶を全部池の中に落っことしちまった。何？じゃあこれから酒瓶を取ってくれ。
ほら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 、見えるだろ、あれが岩屋だ。音立てずに入ってくれ。よいしょっと。おお、国王ステファノ。おお、見ろ、すごい衣装部屋だ。ほっとけよ、ただのクズだ。そのガンを脱げ、トリギュロ。それを着るのは俺だ。俺がこの国の王である限り、基地を働かせれば褒美に一着取らせよう。では、陛下に献上します。殺すのが先だ。あいつが目を覚ましたら、体全身つねりまくられるぞ。化け物、お前も手に鳥餅つけて全部取っとけ。化け物、手をサボらせるな。こいつを逆手のところまで運ぶんだ。逆らうなら俺の王国から叩き出すぞ。さあ、こいつを運べ。これもだ。ああ、これも。え？ラッラッラッ、ああ、逃げろ。ラッラッ、俺の計画、エアリエルは犬に化けてキャリバンの一味を追い立てヒットライダー。プロスペローはアロンゾー一行への計画を果たそうとしていた。ご主人様、王たちは森で待っています。放免するまで身動き一つできません。三人とも狂乱の身、ゴンザローはその姿を見て涙を流しております。効き目が強すぎました。そう思うか、エアリエル。私が人間だったらそんな気持ちになります。空気に過ぎないお前まで、あの連中の苦しみに心動かしたのか。この12年間、あいつらへの復讐で頭がいっぱいだった。ミランダに結婚を勧めたのもナポリを乗っ取るためだった。後悔しているとあれば、目的は果たした。応援してやれ、エアリエル。ここに連れてきます。力で縛っても幸福を得ることはできない。私自身、魔法に束縛されていた暴君だった。ミラノ大公のしがらみから自由の身になったのに、復讐に囚われて本当の自由を見失っていた。その償いに皆を許し、自由にしよう。魔法の杖を折り、書物を手放そう。ご主人様、連れてきました。さあ、目を覚ませ。エアリエル、岩屋から私の帽子と剣を持ってこい。魔法の衣を脱ぎ捨て、かつてのミラノ大公の姿に戻ろう。こちらです、ご主人様。さすがだ、エアリエル。お前がいないと寂しくなるな。王の船を直してこい。はい。見るがいい、ナポリオ。ミラノ大公プロスペローだ。心から歓迎しよう。本当にプロスペローか、それとも先ほどの魔物にたぶらかされているのか。ああ、善良なゴンザーロ、命の恩人よ。ご老体を抱かせてくれ。あなたの高潔さは計り知れず、限りもない。ああ、あなたが本当にプロスペロー様なら、これほど嬉しいことはございません。ああ、私の犯した罪をお許し願いたい。ミラノ公国はお返ししよう。それにしても、どうしてあなたが生きてここに。それはまた後ほど。そこの二人、この場で王の吹きをお前たちに向けさせ、謀反を立証できるのだが、
今は何も言うまい。悪魔がこの男の中で喋っている。それは夢か幻か。アントーニオ、お前の滞在も許してやる。ただし俺の広告は返してもらう。プロスペロ、我々はこの岸辺でナンパしてこの島にたどり着いた。思い出すだけで胸が突き刺される。大事な息子ファーディナンドを失った。心からお悔やみ申し上げる。私もこの嵐で娘のミランダを亡くした。娘を？ああ、天よ、二人とも生きてナポリの王と王妃になっていれば。ミラノから追われ、あなた方と同じ岸辺に漂流し、この島の主となった。ようこそナポリ王、この岩屋が私の宮廷だ。広告返還のお礼として、それにも劣らぬ素晴らしいものを差し上げよう。あら、今のはずるいて。まさか、全世界をもらってもそんなことはしない。嘘、しないと言い張る。でもこれはゲーム、綺麗な手だと言ってあげる。ファーディナンドなのか。父上、あなたは本当に父上ですか。最高の奇跡だ。ああ、恐怖を与える海にも慈悲の心があったとは。私は海を呪っていました。ああ、綺麗な生き物がこんなにたくさん。人間はなんて美しいんだろう。この娘さんは？私の妻です。そう決めた時には父上が生きておいでだと思いもしなかった。この方の娘、ミランダです。あ、これは奇跡か。息子だけでなく、あなたの娘も生き返った。これこそ至福の極み。神よ、この二人に祝福の冠を授けたまえ。ここまでの道をつけ、私たちを集わせたのは他ならぬ神なのですから。私もそう祈ろう、ゴンザーロ。ファーディナンド、ミランダ、お前たちの幸せを願わない者は胸に嘆きと悲しみを宿しますよう。エアリー、キャリバンの一味を解放してやれ。話してきます。まだ戻らぬ者がいるようだ。お忘れかもしれないが。解放されるのか。ああ、よかった。ほら、化け物、元気を出せ、元気を。ああ、俺の顔にくっついてるのが不思議なんでないとすれば、こいつは結構な眺めだ。はあ、ご主人様、きっと俺をこっぴどく叱るんだろうな。この代物は一体何だ。どう見ても魚だ。間違いなく売り物になる。ご一同、この連中は私のものを盗んだばかりか。この不格好な悪魔は、そこの二人と共同し、私の命まで奪おうとした。ステファノじゃないか。いつも飲んだくれている。どこで酒を手に入れたのでしょう。トリンキュロも千鳥足で、叫びたりじゃないか。いや、その、お別れしてからひどい目に遭いっぱなしで、叫びたいから叫びたり。いや、どうだ、ステファノ。触らないでください。私はステファノじゃない。痛みの塊と。キャリバン、岩屋の中をきれいに整えろ。そうすればお前は自由だ。本当か？うん、そうするよ。あと、もっと利口になる。こんな飲んだくれを神様と思っちまったんだ。お前らも行け。その衣装は元あったところに戻しておけ。さて陛下、そしてご一同も、私の貧しい岩屋へどうぞ。
今夜はごゆっくりお休みください。朝になったら船までお連れし、ナポリへ。私の望みは、愛おしい子供たちの婚礼を見ることだ。そしてミラノに帰ります。ぜひとも、そうさせてもらおう。アントーニオ、お前の力が必要だ。二人で再び、ミラノ公国を治めよう。さあ、ご一同、この中へ。エアリエル、これがお前の最後の務めだ。大気の中に帰っていけ。達者でな。さようなら、ご主人様。これが私の罰であり、最後の償いだ。魔法は破れ、残るは我が身の微々たる力ばかり。ここに私を留めようと、ナポリへ送り出そうと、この本を読んでいる方のお気持ち次第。皆様の拍手の力で、私の戒めをお解きください。祈りによって救われない限り、私の幕切りに待ち受けるのは絶望のみ。祈りは天に達し、神のお慈悲に訴えかけ、すべての罪は許されます。皆様も罪の許しを壊れるからは、ご寛容をもって、どうかこの身を自由に。最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。プロスペローは最後、完全な自由ではなく、ミラノに帰ることを選びました。魔法を捨て去り、社会に目を向けることで、制限ある自由の中で生きていけると感じたのでしょう。我々も社会に生きる以上、完全な自由なんてものはないと思いますが、それでもうまく生きていく方法を考えて、生活していきたいと思います。キャリバンは先住者であり、異民族です。プロスペロはキャリバンに彼らの言葉を与え、強化しようとしましたが、キャリバンは娘のミランダを襲います。他とはまるで違った価値観を持つ自由な人、欲求に対してストレートな男、それがキャリバンです。それゆえ危険視され力で抑え込まれています。人食いを意味するカニバリズムから来ているという説もあり、本当は文明人にとっては怖い存在なのかもしれません。権力を手に入れる代わりに自由を手に入れることになってしまったセバスチャンに非常に共鳴できます。私はそもそも権力欲というものがもともとなかったので、生まれ変わるのであれば、権力と自由、これを両方手に入れる欲張ってみたいな、そんな風に思いました。ありがとうございます。王様って自由なんですかね。まあ自分のさじ加減で何でもできるのかもしれないですけど、生まれてから死ぬまで自由なんてないような気もしますけどね。どうなんでしょう。ということで、まさか王様をやる日が来るとは、という気持ちもありつつやらせていただきました。いろいろと不安もありましたが、初のリモートでの朗読ということもあって楽しかったです。ありがとうございました。ステファノにとっての自由とは、自分の思い通りにできること。ステファノはまかない方なので、こう、やっぱ自由に、酒が飲めるようになること、まあ、働かなくていい世界っていうものが、まあ、ステファノが求めていた自由なのかなと思います、ご視聴いただきましてありがとうございました。私の演じたミランダも好きな人と結ばれてハッピーエンドって思ってると思うかもしれないんですけど、実はそれもお父さんに仕向けられたものって考えると、やっぱり昔は人を愛することでさえ今より自由がなかったんだなと思いました。今の時代、好きなものや好きな人を大好きって言える自由があるっていうのはとても素敵なことなんだなって思いました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。こういった時期の中、あまり自由にお芝居ができなくてどうしようか悩んでた時に、オンラインでも朗読劇ができるということで、やっぱり
環境だったりいろんな不自由なことはありましたけど、でもその中でも自由にお芝居ができるっていうのはすごい楽しかったです。なんで自由は何かの犠牲だったりちょっとした不自由の中にあるのかなとも思ったりもします。皆様こんばんは。今回私がやらせていただいたトリンキロという役は、他の登場人物と比べて一見勝手気まま自由に行動しているように見えますが、しかし彼も自分自身の道化という身分にとらわれており、自由に行動すればするほど道化という身分にとらわれていく悲しい人物となっています。ご視聴ありがとうございました。今回の公演のテーマが自由なんですけど、この作品を通して自由を得るってことは周りを不自由にさせてしまっているんじゃないかなって思って、今こんなすごく不自由な時期ですけど、だからこそどんな些細なことでも周りに目を向けていくことが大事なんじゃないかなって思いました。改めましてご視聴ありがとうございました。心理療法の一つに自由に絵を描くというのがあるのですが、あれって最初に画用紙の内側に枠を描いて、その中に絵を描くように指示されるのです。全然自由じゃないと思うのですが、実はこの枠に守られることによって、自由にのびのびと自己表現できるのだそうです。今回はふとこの枠のことを思い出しました。自由って何だろう？ありがとうございました。奴隷と支配者、雇われ人と王族、生まれた環境で考え方や価値観が全く違います。当たり前のように自分は好きな人と一緒にいられるだとか、お芝居ができる自由があって生きるための権利を持っています。この恵まれた時代に本当にありがたく存じます。だからこそ自分のかけてる色眼鏡が何色なのかを認識し、偏見や差別のない世の中にしていきたいです。ご感激いただきありがとうございました。